チョコマルです。こんちん。先日雪国舞茸並みに茶色くなってたサンゴを熱湯に浸して、さらにサンゴにゴハットだと言われる蓄作液にまで浸して磨いたんですけど、5日くらいでね、ものの見事にまた雪国舞茸に戻ってしまいました。そこで今回はハイターに漬け込んで真っ白いサンゴに戻ってもらうことにしました。問題はこの作業に3日から4日かかってしまうので、その間サンゴの代わりになるような、隠れ家をどうしようかということなんですけど、はい、いいことを思いつきました。じゃん、テトラポットです。これね、もしね、見覚えのある方がいらっしゃったら嬉しいです。はい、リセット前に使ってたもので、もともとねこの形大好きなんですけど、ダイソーさんで見つけた時はめちゃんこテンションが上がって4店舗くらい回って、はい、この数をかき集めました。レイアウトを変更してからは一旦ね、熱湯消毒をして乾かして、で水槽棚の下に飾ってたんですけど、全然ね存在を忘れててはい、今回また水槽の方に沈めてみて、やっぱりテトラポットっていいなって思いました。色もねサンゴと同じ白だし、形もこんななので、置き方組み合わせによってかなり隠れるスペースができるんですよ。あと、一応ね海水風レイアウトということだったので、バッチリいいものが見つかったんじゃないかと思います。サンゴの方は丸1日ハイターに漬け込んだ後、水をね、水替えをしながら2日くらいさらすのかな。で、その後はまた水槽の方に戻そうと思います。前にね2つだけ卵を回収できて、で、以前にね失敗してるのでどうしようかなと思ったんですけど、もう一度繁殖にちょっとチャレンジしてみようと思って回収できた2個を孵化させてみました。で、今一応ね、ブラインシュリンプ、腹なしの分を食べるくらいにまでなってるんですけど、まだね全然不安がいっぱいです。今回は卵の数も2個だったので、サテライトを使わずにセリアさんでね買ってたペン立て、アクリルのペン立てで一応隔離をしてます。無事に大きくなってくれたら嬉しいです。はい、でモスタイル水槽の方は相変わらずヤマトさんが頑張ってつまつましてくれてます。
体を今年中に何とかしようと思ってこんな感じのものを作ってみました。で、鉢底ネット部分を砂の中に埋めてマリモだけが外に出るようにやってみたんですけど、はい、ご覧の通りもうね、全力でつまつまされてます。で、マリモさんもだんだんね、こうほどけてきちゃって丸い形をね、キープできなくなりつつあるので、もうね、泣く泣くこの水槽からマリモは撤去しようと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイチン。